皆さんこんにちは。今日は昼間ちょっと晴れてました。快晴でしたね。気持ちがいい秋空が広まってました。朝はちょっと、雨が降ったりしてたんですけれど、昼から天気が良くなりました。ということで今日もこちらですね、外務省が出している海外に住んでいる邦人の、統計です。これちょっと面白いなと思ったんですけれど、アメリカに住んでいる長期滞在者と永住者、この比率はですね、長期滞在者の方が 1.7 倍大きいんですね。要するにビジネスマンや学生さんがグリーンカードを持ってここに住んでいる人たちよりも大きいというような、統計になっています。しかしながらホノルルは2倍永住者の方が大きいです。そしてポートランドは 1.7 倍永住者の方が大きいですね。そして、マイアミとか、そういうところは大きいんですけれど、逆にサンフランシスコや、ロサンゼルス、ニューヨークになると長期滞在者が多いんですね。学生さんや、駐在員の人たちが多いというような統計になります。全体的に見ると長期滞在者が多い。そして、住みやすい街、要するにビジネスにあまり適してないのかもしれませんけど、日本人にとってはそういうところにおいてはやはり永住者が多いというような統計になっております。なかなか面白いなと思いました。皆さんももしアメリカに長く住もうと思われるんでしたら、そのような、ポートランドとかホノルルとかマイアミとか、そういうような場所がいいかもしれませんね。ということでまた明日です。